それでは定刻となりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会原子力小委員会第8回自主的安全性向上技術人材ワーキンググループを開催いたします。本日はご多忙のところご出席いただきまして誠にありがとうございます。最初にお手元にお配りしている資料の確認と委員の出欠状況をご報告させていただきたいと思います。事務局よりお願いいたします。お手元に配布資料一覧議事次第委員等名簿から、さらに今回は資料の1から資料の6までおよび最後に参考資料をお配りしております。なお資料の1につきましては最終的ないわゆる改善提言を念頭に置きまして、別紙という形で資料1の別紙という形で別紙の1から5というものが資料の一部という、意味で、資料1の後ろにつけております。資料の抜けがあるようでしたらお知らせいただければと思います。なお本日は梶川委員、高橋委員、八木委員がご欠席となっております。また大場委員におかれましてはご本人の意向もありまして総合資源エネルギー調査会臨時委員を辞任されておりますので今回からご出席されません。それからオブザーバーといたしまして文部科学省から上田原子力課課長補佐、原子力リスク研究センター所長代理横山様、原子力安全推進協会理事長藤江様にご出席いただいております。それでは本日の議題に入らせていただきます。本日は軽水炉安全技術人材ロードマップと原子力の自主的安全性向上の2点を議題とする予定でしたが、前者につきましては現在日本原子力学会におきましてロードマップ素案の取りまとめに向けた作業が続けられてございます。したがいまして次回の第9回ワーキンググループで扱うこととさせていただきます。本日は原子力の自主的安全性向上について取り上げたいと思います。資料1は前回のワーキンググループでご議論いただきました原子力の自主的安全性向上の取り組みの改善に向けた提言括弧案ということでワーキンググループでの議論と電気事業者メーカー NRRC ジャンシーへの事実関係の確認結果に基づきまして事務局にて修正を行ったものでございます。前回のワーキンググループ後に事務局より電気事業者メーカー NRRC ジャンシーに対して事実関係の確認を依頼し最新の取り組みを追加的に情報提供していただきました。追加で提供いただいた取り組みにつきましては別紙2と別紙4に赤字下線で記載してございます。事務局においては別紙2と別紙4への追加情報を踏まえて機械的に改善提言をの本文を修正してございます。この修正された本文の中には追加的な情報提供を踏まえて委員の皆様のご意見に基づく記載内容に変更が加えられた部分もございますのでご承認いただきたいと思います。なお別紙5には前回のワーキンググループでいただいたご意見を赤字で追記させていただいてございます。別紙5への追記内容についても事務局において改善提言案の本文に反映させていただいております。本日は前回のワーキンググループにおける改善提言案からの修正点を中心に事務局から説明いただきまして、その後に本改善提言案を取りまとめるべく自由討議を行わせていただきます。それでは事務局からまず説明をお願いしたいと思います。はい、では簡単にポイントだけご説明申し上げます。繰り返しになりますがこの別紙の2と4という横置きの A3 の紙が電気事業者あるいは原子力リスク研究センター原子力安全推進協会それから各メーカーさんの追加的な事実関係の提供という形でそれぞれに作業を依頼いたしまして追加された部分が赤字になっているという部分でございます。それから A3 の縦の別紙5というものにつきましては前回のこのワーキンググループでの本改善提言案に対する委員の皆様からの
コメントを赤字でこれも追加させていただいております。それらを機械的にこちらの資料1と書いてあります提言案の方に反映させたというものが今日案という形で皆様のご議論の題材にしていただくものとして事務局で作業させていただいたものでございます。詳細の説明は避けますけれども、ポイントだけ申し上げますと、まず4ページでございますけれども、この提言も前回の提言と同じく引き続き専門用語が多ございますので、どうしても日本語に落とすと意味内容がなかなか不明確になるものについては、それぞれの書室の用語の後ろにこの印をしまして、より用語集に行きやすい形で工夫をさせていただいておるというのが技術的な修正でございます。その上で4ページから9ページまで、こちらが適切なリスクガバナンスの枠組みの下でのリスクマネジメントの実施という点でございます。この点については例えばリスク情報を伝える組織構造についての電気事業者からの新たな情報提供がございました。こちらは先ほどご紹介いたしました別紙2の方をご覧いただきますと、さまざまな他の委員会、コンプライアンス委員会、QMS 委員会との重なりについては整理は進んでいるが、他方で多重的すぎるという点についてはそこを否定するような追加的事実関係も出てきませんでしたので、それを踏まえた形で修正しております。あるいは5ページでございますけれども、こちらにつきましても、第三者的な社内原子力安全監視機能の構築、あるいはリスク情報の収集データベース化と具体的なリスク指標を活用したプラント監視能力の向上といった項目につきましては、直近の新たな各電力会社の取り組みについて追加で良好事例と捉えられるものを加えさせていただいているというものでございます。それから9ページに飛んでいただきまして、こちらからリスクガバナンスの存在を前提にどういうことを実践していくべきかという細目に入っていくわけですけれども、まず低頻度の事象を見逃さない網羅的なリスク評価の実施という項目につきましては、電気事業連合会としての今年1月の新たな取り組みについて加筆させていただいております。10ページにつきましても当該趣旨の修正を加えさせていただいております。から11ページでございますけれども、11ページにつきましても、そういう趣旨での修正、あるいは表現上の技術的な修正にとどまっております。それから12ページにつきましては、ヒューマンファクターに関する研究については、実際に電力中央研究所等で進んでいる部分もあるけれども、人材が不足しているという形で、こちらも新たな事実関係を追加する形で記載を充実させていただいております。その上で、飛んでいただきまして17ページ以降、こちら主に防災レジリエンスに関係する取り組みでございます。こちらも、それぞれ事実関係の追加とともに委員の方からの追加的なコメントも踏まえた過失を加えさせていただいております。18ページも、九州電力以外にも、立地自治体との地域防災計画充実化を目的にしたワーキンググループの取り組みがあるという事実を充実させたものでございます。19ページ20ページにかけては、各電力会社の、緊急事態を想定した訓練の内容につきまして、それぞれ、工夫している内容につきまして、追加的な事実関係の提供を受けて充実させていただいたというものでございます。その上で20ページの、一番下の丸のところは、ファンなどを参考にサイト外の事故対応専門組織に関する検討も期待されるという前回の委員からのご指摘もありましたので、これを充実させた上で、それに伴い必要となる参考情報についても20から21ページにわたりまして追加させていただいたという修正でございます。24ページは先ほどご説明したのと同趣旨の内容の再掲項目となっております。
その上で26ページ以降、第3章という形で提言と、銘打っている箇所につきましては、第2章までの、修正を、機械的に反映した形で、作業をしたという状況でございます。事務局からは以上です。どうもありがとうございました。資料2としてですね、秋葉委員よりロードマップが国民の理解を得るためにという資料を、それから資料3として尾本委員よりワーキンググループ提言についてという資料をご提出いただいております。事務局からのご説明は省かせていただきますが、お手元の資料で内容をご確認いただけますと幸いです。それではこれから意見交換に入りたいと思います。今回の審議、本日の審議におきましては、特に前回のワーキンググループでの議論に基づく改善提言の本文、それからおよび別紙5の修正について、それから電気事業者、メーカー、リスク研究センター、ジャンシーへの事実関係の確認結果、これは別紙2と別紙4でございますけれども、それに基づく本文の修正と、この2点を中心にご議論いただけますようお願いいたします。ではこれから審議に移らせていただきます。いつもの通り発言なさる方は、お手元にありますネームプレートを立てていただきますように、お願いいたします。順に指名させていただくということにいたします。ではご意見ある方、どうぞお願いいたします。はい、では秋葉委員どうぞお願いします。ありがとうございます。私の方からは資料2として今座長からお話しいただきましたようにコメントを出させていただきました。このことについてちょっとご説明させていただきたいと思っております。前回のロードマップを学会の方からお示しいただきまして、本当に私のようなものではなかなか理解が難しくって、どうしたらいいのかっていうのも散々考えてもよくわからなかったので、なんとかこれを国民に分かりやすくする方法はないものかというふうに考えました。そこで今回このようなペーパーを出させていただいた次第です。本当にこの、ロードマップ の、 原子力学会案は多くの方たちが携わって大変素晴らしかったと思うんですが、もう一つぜひ分かりやすくしていただきたいと思っています。分からないなりに申し上げたいのは、本当に採点をなさったことについて技術の優先順位をつけていただいたということは、これは分からないなりにもこれは画期的なことなんじゃないかなというふうに思いました。それで、分かりやすくするためにまず2つ申し上げたいと思っているんですが、今回のこのワーキングで課題となっています原子力の自主的安全性向上の取り組みの改善について、この中にもぜひ取り入れたいというのがまず趣旨でございます。今お話ししましたように学会内で素晴らしいその議論を重ねられて、技術課題の優先順位付けをつけるっていうのはきっとすごい大変なことだったんじゃないかと思いますが、それをなさったということは本当に素晴らしいことだと思っています。しかしその内容がどんなに素晴らしくても、ご努力の意味するところが伝わらないと、それは残念な結果になってしまうんじゃないかと思っております。でこの学会の取り組みがぜひ単に今回だけではなく、さらにローリングしながら継続していくということも国民に理解していただくという必要があると思っています。そこで提案なんですが、今回の資料1の提言の中にぜひ新たにその学会に期待することとして、提言の中に位置づけて位置づけて提言すべきだというふうに私は考えております。でそれには2つあって、1つは
何度も申し上げていますが、このロードマップの技術課題項目に優先順位をつけたということは、これは画期的なことなので、このことを示すことと、2つ目は、せっかく一生懸命なさったことが、さらにもっと世界に広まっていくように、これをブラッシュアップするために中立的な専門家のレビューを受けて、改善されて、積極的に国内外に発信して、さらに国際的にも評価を受けたいろんなコメントをローリングの中で反映していく、そういうふうになるとさらに素晴らしいものになるんじゃないかなというふうに思っています。そして2つ目なんですが、このようなロードマップが私どものこのワーキンググループの間で、今回8回目ですが、やり取りをしながら、このプロセス全体自体を国民に対して広く示すということは意義があるというふうに思っております。で、国民に示すときに、ぜひ立地地域も含めた一般国民に理解していただくために、もう少しなんとか分かりやすくできないかなというふうに思っております。で、その時にどういうふうに示すかというのも、資料4 の, ロードマップの関する論点のところにおいても、国民の共有、国民への共有ということで、分かりやすい形で広く共有されることというふうに論点においても書かれておりますので、誰が読んでも分かるように、このロードマップを作ることになったきっかけや、あるいはロードマップの取りまとめのプロセスにどのような効果を期待するかなど、いわゆるストーリーっていうか、ストーリー性が分かると、細かい、例えば優劣のつけ方、優先順位のつけ方で採点の点数が果たして妥当なのかっていうのは私は分からないんですが、そこのところがたとえ分からなくても、どういう意味があるのか、ストーリー性がはっきりしていれば、このことをもっと理解できるのではないかなというふうに思っておりました、思いました。そこで今回ぜひ、このストーリー性のある説明をつけるようにお願いしたいと思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。もともとこのワーキンググループの議論の中で、いろいろロードマップの表現ぶりを工夫したところは、今秋葉先生ご指摘のように、国民に分かりやすくきちんと伝えるということは重要な趣旨とございますので、今の点事務局にもぜひお願いしたいと思いますし、学会の方でもそういうご意見あったということをお伝えしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。では他にいかがでしょうか。はい、岡本委員。すみません、今 の, ご質問の中で一番目の方は、この提言の中に入れられるというご理解でよろしいんでしょうか。よろしいですね。もしそういうことで今日の議論がよろしければ、事務局としてそういうふうに作業をしたいというふうに思いますということでございます。はい、多分エッセンスをですね、こう抽出して書くような形になると思いますので、ちょっとどのような表現ぶりかは、おそらくこれから、事務局で検討していただくことになるかと思いますが、今秋葉委員ご指摘のこの ① ② という趣旨は、何らかの形で提言の中に反映するという方向で考えてございますが、よろしいでしょうか。それでは他に、ご意見等ございましたらお願いいたします。では尾本委員どうぞ。秋葉委員の方から資料、提出資料の説明がありましたので、私の方からも簡潔に説明をというふうに思います。資料の3ですが、これは何を議論しているかというと、その提言案についてこんなふうに修正した方がいいんじゃないかという、そういうものです。なぜかといいますと、全体の構成が2章が現状のレビューで、3章がそれを踏まえた提言というふうになっていて、この提言が一番重要なところだと思うんですが、3つほど問題があるような気がします。1つは2章で、言っている将来の方向性が言及されていますが、3章との対応関係にやや難があって、つまり3章で拾われていない項目もあれば、
2章に言及がないように3章で初めて出てくる項目もあるので、整合性を持たせる必要があるんじゃないかというのが1点目、それから2番目にこのワーキンググループは、それ以前のワーキンググループに比してその人材という項目が入ってますのが入っているのですが、その提言における人材項目というのを読んでいますと、ノーワイとそれからヒューマンファクターの人材というこの2点だけしかありません。でこれはまあ日本が直面している安全を確保していく上での人材育成という点から見るといかにもその少ないし、それからワーキンググループではもっと幅広く人材について議論がしていたのではないかと、こんなふうに思いますので、その部分の修正がいるんじゃないかと。それから3章の記述内容があちこちの分野に確か12項目あるんですが、脈絡なく飛んでいるというのを、まあ、私そんなふうに見ましたので、それ以下にありますように1ページの後半から4ページに至るまでの間で、こんなふうに3章の提言の部分を変えたらどうでしょうかというものです。詳しくは説明しませんが、3章の提言は5つの項目からなってまして、1番がリスク情報を活用したリスク管理云々というので、これはまた具体的にはこんなことでしょうというので 1.1 から 1.5 までの項目を挙げて、 1.6 までの6つの項目を挙げています。それから2番目にそのジャンシーによるピアレビュー機能とインセンティブ付与の仕組みの早期確立というのが他とは違う要素としてあると思います。から3番目は、安全文化の改善の継続、この点で、3つの具体的には、まあ、その3つの項目を述べております。それから4番目は安全確保に向けた人材の育成、先ほど言いましたようにノーワイとヒューマンファクターの件だけではなくて、4の1から4の2、4の3、4の4、4の5までの項目を挙げておりまして、ここに書かれていることは、ここに書いたことは必ずしもワーキンググループの中で、そういうディスカッションがあったというものではないんですが、例えば4の1、あるいは、4の4をご覧いただくと、すでに今までその原子力委員会の見解文とか、あるいは原子力人材育成ネットワークの提言において言及されていることは非常に重要なことだと思うんですが、こういったことはもうワーキンググループの中でフォローアップしていっていいんではないかという、そういう意味でその新たに追加しているものであります。それから5番目の項目はもともとの3章に書いてある継続的な評価と、それからローリングという称しているものですが、これについて記述をここに持ってきております。5ページ目はその細部にわたるものですが、いくつか表現で気になるところがあるというので、ページ何ページのどこという格好でこんなふうにこんなところが気になる、こんなふうに変えたらどうかということを提案しております。以上です。はい、ありがとうございます。少しこの点につきましてはまたいろいろ他の委員からもご意見いただいた上で、どういう形で、まとめるかというのはちょっと最後にまた考えてみたいと思いますが、大本委員のご指摘は少し2章と3章にそのつながりが欠けるという点、それから3章の提言と言いつつ体系化されたような形でなくて、少し項目がこう列挙されているような形であるというような、まあ、それがそのあちこちの分野に脈絡なく飛んでいるということを、そういうふうに感じる原因でもあろうかと思います。それからあと人材の問題指摘していただきました。ちょっとそのあたりは本日いろいろその他委員の方からご意見踏まえて、最終的にどういう形で提言をまとめるか考えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございます。それではもし他に何かありましたら、はい、では伊藤委員お願いします。他にというわけではないんですけれども、秋葉委員 の、まあ、
ご提言に非常に私も共感するところがありまして、私は本当に一般市民なので、その部分が非常にちょっとこう、先週も私も全く本当に分からなかった部分がありましたので、やっぱり安全は地域の住民それから国民が理解できない安全っていうのはやっぱりありえないと思うんですよね。でそういう意味では、これまでもその原子力の技術あるいはそのこれから PRA などを進めていくにあたってのよりどころになるのがやっぱり学会だと思うんですけれども、その私たちはその、学会はのもう技術に関しては原子力に関して一般の人は本当に素人ですからお任せするしかないという姿勢で これまでやってきて、でも事故が起きて、でこれから安全の仕組みを作るという時にまたその私たちの分からないところで、専門家だけで、取りまとめられるということに対してはやはり非常に不安を覚えるところだと思うんですよね。なのでこの、自主的安全性向上の取り組みの改善に向けた提言の中に学会の部分というのが少しやっぱり少ないのかなと、やはりもう少しなんていうのか、その事故を踏まえてどういうふうにそのことを捉えて、そしてどういうふうに反省をし、そして今後の原子力の安全を確立していくためにどういう取り組みをその学会自身もしていくのかということを示していただく方が、これまでの本当に溝が埋まらないとやっぱり安全というものは確立されないというふうに思うんですね。なのでできる限り本当にお任せしたい部分はあるんですけれども、なるべくその国民の方に降りてきていただく、そしてなんていうか真摯にこう取り組む姿勢というか、なかなか明文化難しいと思うんですけれども、そういう部分を出していただけると少し私たちもこう近づいて理解をしようかなという気持ちにもなるっていうところがあるので、その辺ちょっと工夫をしていただきたいなと思います。はい、どうもありがとうございます。秋葉委員のご意見と、非常に関連するところでございますけれども、当然ご指摘の通りで、その自主的安全性向上という枠組みの中には学会員というのは基本的には産業界、大学、研究機関等を含めて、いろんな方が構成員として入ってらっしゃって、自主的安全性向上の取り組みの主役の一部でもあるわけですので、秋葉委員のご指摘とも同じく学会としてのスタンスなり考え方なりを報告書の中に、提言書に少しこう入れ込むような形で工夫していただいてよろしいですか。はい、じゃあそのようにさせていただきます。他にはいかがでしょうか。ありましたらお願いいたします。はい、では関村委員どうぞお願いします。はい、今秋葉委員からのお話があり、かつそれについて伊藤委員からもご賛同いただいたこと、学会としてロードマップ今まで策定をさせていただいていた私からも全く賛成でございます。ロードマップっていう言葉自体のですね、全体像をどう捉えるかっていう部分については、やはり今お話があったように国民全体の中でちゃんと理解をしていただくようなプロセス、これを学会としてもしっかりと提示をしていくというふうに考えておりますし、していきたいと考えておりますし、それをこの報告書の中にどのような形で入れ込んでいくかという課題が今あるんだというご指摘をいただいてきたというふうに思っています。一方でロードマップそのものの中身を前回もご紹介をさせていただいたところですが、これはまず第一歩 のステップでございまして、その結果として優先順位という、我々としては画期的というご評価をいただいたところでございますが、当然やるべきだろうというステップを踏んだことによって次のステップにようやく進んでいく、その結果として国もご支援をいただきながらその成果が具体的なものになっていく、その成果を第三者評価も含めながらしっかりとご批判をいただいて、それをさらに学会の次のステップの、ロードマップの策定改定というものにつなげていく、こういうプロセスとしてのロードマップ、これをしっかりと国民にも分かりやすく説明していく、これを学会自身も進めたいと思いますし、この場でもキャッチボールという形で進めさせていただくということをお願いできればと思っています。一方でこの資料1のですね、提言の中でどのような議論を進めるべきかというときに、少し学会側としても違和感があるという部分がありますので、今の秋葉委員のご提案も含めてご提示をいただく入れ込んでいただくというときにですね、例えば
10ページのところをご覧いただきますと、リスク研究センター NRRC においては研究開発ロードマップが策定されている。このここで言っているロードマップの議論があり、かつ22ページでしょうか、22ページに、原子力分野全体というふうになりますが、原子力学会のロードマップの素案を今まで提示してきたと。少しこの違い、あるいはこの包含関係についても少し分かりやすく説明をしていただくという部分は、これはより分かりやすくしていただくという観点から必要なんじゃないかなというふうに思っています。NRRC のロードマップについては学会にもきちんとご提示をいただき、かつ十分な議論をされたものとして、学会員全体でさまざまなステークホルダーが入る学会員の叩き台になってきたというふうに理解をしているところでございますので、それがちゃんと噛み合ったものになっているというところ、それから原子力学会としても今ご指摘のあったような点を次のステップのローリングの中できちんと進めていくということについて、それから全体像を踏まえた効果や成果、それからストーリー性という言葉はちょっとどのように考えればいいかというところにつきましては、短期だけではなくて中長期というものに関する考え方も提示する必要があるというふうに考えて議論をしてまいりましたので、そこをどのように分かりやすく説明するかという部分は大きな課題だというふうに思っています。しかしきちんと説明をどのような観点で進めていったらいいかというところについては、学会に大きな宿題が投げかけられているというふうに考えていますので、そこを取りまとめて22ページに書き込んでいただくというような、そういうことを全体としてはお願いできると、これから学会としてキャッチボールをしながら取り組んでいく、あるいは学会独自の活動として国民に対しても分かりやすくさらに説明をするような集会を開いていく、それから国際会議等にも、すでに IAEA で私出かけてまいりまして、国際的な場で我々はこういうロードマップを今策定の最初の段階に来ていますということをご説明してきたところでございますが、このような活動としてのベースになるような報告書として、良いものになるのではないかなというふうに考えますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。私からは以上です。はい、どうもありがとうございます。今の点は特に22ページでしたか、ご指摘いただいた点は反映させていただきたいと思います。でそれから関村委員もその学会の方の検討の場、非常に引っ張ってリーダーシップ取って引っ張っていただいて、で場にはNRRC の方も入っていらっしゃって、で私の理解としては両者できちんと考え方なりロードマップの方向性は共有されているというふうに認識してございますので、決してこの、NRRC なり産業界の活動と学会のこのロードマップが乖離しているというわけではないということは私も十分存じ上げておりますので。それからあとストーリー性というお話をされていて、私の理解はストーリー性、とかく専門的な話になりがちなものをきちんとつながりを持って、そういう研究をしなきゃいけない理由というのが分かるような形で説明してほしいと、そういう趣旨でストーリー性という言葉を使われたというふうに理解しておりますけども、それでよろしいでしょうか。すみません、はい、その通りです。いきなり評価 のいろんな箱がたくさん並べられても、その箱の意味するところがなかなかできませんので、なぜこういうことをするのか、そしてここに至ったストーリーというのが分かると、箱の中の細かい細目が分からなくても理解ができると思いますので、それでストーリーという言葉を使わせていただきました。はい、ありがとうございます。学会の中でももともと関村委員もやっていただいた通りで、検討のアプローチというのはそういう形で何が必要なのかというところから、展開していった形ですので、なんとか秋葉委員ご指摘のように一般の方に見ていただいてご理解いただけるような表現ぶり、記載ぶり工夫させていただきたいと思います。
学会の方でも今日いただいた意見、非常にそういうニーズが高いということを関村委員も今ぜひ学会の中でも賛成であるというご意見いただきましたので、少しそういう形で、学会にももう少し、コミュニケーションという面で一歩踏み出していただくというのを学会にもまたぜひお願いしたいと思いますので、はい、それでは続きまして谷口委員どうぞ。2、3点、事前にいただいても今日読んだ今読んだところなのであるんですけど、やはり2章と3章のバランスが悪いなというのが、まあ、3章が極めて薄っぺらいというか、まあ極端に言うと何も書いてないに等しい。それぞれの項目はやはり提言ですから、2章の中で現実の取り組みを見て、まあ本当は議論する時間がないとできないでしょうけど、 その自主的に取り組んでいるので、それをまあ良しとするわけだけど、それでもやはりここにもう少し頑張る必要があるんじゃないのっていうふうなことを本当は書き込めればいいと思いますけれど、まあ、例えばなんか防災に向けての自主的な、まあ、7番なんかなんかいろいろ書い数行しかないけれど、まあ、ほとんど何を言ってるのかしらという感じが、提言っていうのかしらっていう感じが、まあ、するところが、例えば2章の中で各防災訓練一つとっても全電力の取り組みが、まあ、書かれてますよね。で、まあ、素晴らしい、みんなそれぞれの取り組みをしてるんだと思いますけど、やはりこういうのを俯瞰してみたときに、やはりこういうものがもう少し考えるべきじゃないのとかいうことが書ければ、本当は提言として望ましいんではないかと個人的には思います。それぞれ工夫されてるんだと思います。まあ、で実際にも総合訓練でやってるのかもしれないけど、まあ、一度そのどっかにはその関係のやつがあるんじゃないかと思いますけど、やはり電気事業者自身がその共同して取り組まなきゃいけないような、いわゆる事業者間の連携みたいな話になると、実際に訓練をしてもですね、総合運用性とインターオペラビリティが確保されてなければなかなかそれは機能しないわけですよね。そういうふうなのから徐々にそのここにもあるようなインシデントコマンドシステムとか、さまざまなものがワーカブルなものが、まあ、それぞれ共通的にできてくるというふうなことをやっぱり将来的に目指すとすればね、なんか例えばそういう具体的なことを提言してあげないと、それぞれ皆さん自主的にやってることをそれを良しとしますというだけでは、やはりこのワーキンググループの趣旨とはちょっと違うんじゃないかというふうに思います。それともう一つ、このワーキングは、まあ、人材との問題もやってきたので、これ全体を読んで、このやはり安全ということ、原子力の安全ということに関わって事業者を中心にどういう人材がを育てようとするのかっていうふうな視点で切ってみて、その議論をなんかまとめるっていうのもあっていいんじゃないかと。やっぱり関西電力じゃないですけど、俯瞰的に物を見れる人材を作りたいっていうのもあるし、現場でおそらく安全解析がちゃんと分かってやれる人とか様々ありますよね。どういう人材がやはりその事業者の中にはいなきゃいけないのかという観点との関係で、こうなんかうまく見れるということ、やっぱりそういうふうなこともなんか書き方かもしれないんですけど、なんかそういうふうな考察も必要だと思うし、もう一つはリスクコミュニケーションのことが、まあ、至る所に出てくる。これはこれで、まあまあ、悪いとは言わないんですけれど、やはりもう少し地についてその大変難しい社会的な原子力の安全という問題を考えていくためにも、その社会科学の分野のやっぱ研究開発研究とか、そういうふうなこともですね、やはり広く自主的な取り組みの中でも重要になってくる。そういうものがやはりベースになって、やっぱり冷静にものを見ていく、社会というものを見ていくということが極めて重要になるので、なんかそういうふうなことの重要性も提言の中に書いていただければいいかな。ただこれまで社会科学とどうしても原子力がコミュニケーションとの関係で、社会心理学だとかそういうところにフォーカスしたものを社会科学と呼んでいるように、まあ、見えますけど、決してそういうことではないし、安全のためにその経済学的なアプローチだってあるわけですよね。その安全に取り組んでコストベネフィット分析しなければいけなければ
ベネフィットを評価するためには経済学的なアプローチも必要になるし、さまざま心理学も必要ですけれど、さまざまな社会科学のディスプリンを総動員しないと社会的な原子力の安全の議論はできないわけですから、そういうふうなことの重要さということも提言の中で指摘したらいいんじゃないかと個人的には思っています。実践的なコミュニケーションのそのノウハウとかスキルとか、それはそれで別のものとして考えるべきというふうに思います。あと最後はこの中その2章読んでると、東京電力と日本原子力発電と関西電力の名前よく出てくるんだけれど、できればもう少し他の電力会社もなんかいい取り組みがあれば記述したらいいんじゃないかと思います。やはりこれ公開されて自治体の人みんな読みますから、その時にその大きい原子力の占有会社、そういうところしか出てないということのないように、バランスよくやっぱり面白い取り組みをしているものをできればピックアップして中に記述してておくということは、それなりに意味があるのではないかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。個別に指摘していただいた点については、なんとか記載すべく工夫させていただくとして、人材、それから先ほど社会科学の分野の研究の必要性というお話とかされたところは、多分尾本委員が人材の育成、安全確保に向けた人材の育成ということでご提案いただいた文章が、おそらくそういう観点も含めた包括的な良い表現文章になっているかなと思いますので、ちょっと今の谷口のコメントも含めこの辺また検討ということ で、それから他の電力会社の良好事例はもちろんいい事例はどんどん記載するべきだと思いますので、これ改めて事務局で表をもう一度精査していただいて、もし拾うべきものあれば積極的に拾っていただくということでお願いしたいと思います。はい、それでは他にはいかがでしょうか。では岡本委員どうぞ。3点だけ、申し上げたいと思います。先ほど原子力学会、学会も含めて、ステークホルダーであるというお話がありましたが、そういう意味では、規制という非常に大きなステークホルダーが ありますので、一部書かれているんですけれども、例えばその学会のロードマップの話の中でも構わないかと思うんですけれども、そういうところにへの積極的なフィードバック等も含めて、お願いできるような形というのは、日本の安全を高める上で重要だと思いますので、そういうような形での記載でまずは構わないかと思うんですが、よろしくちゃんと見ているということをお願いできればと思います。でそれからこのやはり3章の部分なんですけれども、整理されていないのと、あとそれから重要度がよくわからないんですね。12項羅列されているんですけれども、これ非常に重要なものから、ちょっと先だねというものもすぐにやった方がいいものから、そういう意味では、可能であれば順番は あれかもしれないですけれども、重要度的なものが分かるような形を場合によってはストーリーは崩れるかもしれませんけれども、重要なものから先に書くとか、そういうような工夫をしていただかないと、なんか12個全部羅列していると、先ほど谷口先生言われてましたけど、どれも全部同じようなことになっちゃうというのが気になります。でそういう中で、先ほど規制とその重要度の話なんですけども、やはりPRA のことが今回のこの報告書、今回の中でも重要な位置づけを占めているわけですけれども、そういう意味ではPRA をしっかりしていくためには、6番28ページの6ポツに日々の維持管理の中で活用するというのが書かれていますけれども、これがやはり本当は一番重要なことです。日本以外の国は PRA を毎日、現場で使っています。というのは毎日のように現場は変わるんですね。でそういう場所も含めて PRA を毎日活用していく中で PRA 自体の高度化を図るということが可能になっている。でその中で規制側も含めて PRA の、もちろん独立にやられているわけですけれども、規制側も含めて PRA に関してしっかりと、
安全向上のために活用しているという仕組みが構築されている。やはりそのあたりを含めてちゃんと いくら一生懸命紙の上でやっていても現場で使えないものにしてしまうのは非常にまずいというふうに理解をしておりますので、そのあたりは私は逆にここら辺がさらなる検討が求められると書いてあるんですけど、ここは非常に重要なことじゃないかなと個人的には思います。まあ個人的な意見ですので、それは一つです。でそれから前回最後に申し上げたんですけれども、残余のリスク、残るリスクってなんじゃいという安倍先生がそんなものはないと言わっしゃられたんですけれども、この用語集を見てもですね、他のところはいろいろリファレンスされているんですけれども、残余のリスクのところは、安全対策を講じた後に残るリスクと書かれていて、じゃあリスクとは何ぞやというと、どんな悪いことが起こるのか、それはどんな程度起こりやすいのか、起こった場合影響はどんなものかを考える3つの質問に対する符号回答、それが残ったものって何ぞやという話になって、これやはり残余残るリスクは残らないんだと僕は思ってます。やはりリスクはリスクですので、ここら辺がリスクが残るものだと言った途端に今 のリスクの考え方がおかしな方向に進んでしまった一つの原因があるというふうに個人的にも思ってますので、この言葉、英語でレジデュアリスクをそのまま直訳されてるんだと思いますけれども、日本語と違いますので、ちゃんとそのあたり、しっかり定義していただくなりして使っていただくということが重要かなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。いくつかご指摘いただいて、まず重要度が、なかなかどれが重要なのかわからない、羅列になっているんだというご指摘ですが、これも尾本委員の点ご指摘と共通するところで、確かにそういう面も多々ありますので、ぜひそこは見直すということとさせていただきます。でそれから今の規制が重要なステークホルダー、これは11番ですかね。一応、利用と規制の利害相反を排除した共同研究枠組みの構築というふうに書いてあるんですが、今の岡本委員のご意見を踏まえると、もう少しこの、共同研究枠組みの構築というような話ではなくて、もう少しきちんと、安全というものに対して、規制とどういうふうに相互の利益になる問題に取り組むかという姿勢とかいろいろなものを含めてしっかり書けというご指摘だと思いますので、はい、はい、ぜひそのような形でお願いします。はい、ちょっとここはそのように検討させていただいて、あとは、PRA の活用、日々の活用、実に重要なんだというのも、それも当然、他の項目も同じように重要なものが並んでいるわけですが、先ほど のこういう12項目ですか、もう一度少し全体の体系的に整理し直すというところの中で、ワークの中でしっかり重要とご指摘していただいた点が伝わるように表現とか、また事務局とちょっと相談させていただきたいと思います。あといかがでしょうか。他にご意見ございましたらお願いしたいと思いますが、大体よろしいでしょうか。それではどうもありがとうございます。今日何人かの方から2章3章というところに対してもう少ししっかり整理すべしというご意見いただいたところなんですが、ここは、言い訳というわけではないんですが、資料1の別紙5に委員からいただいた意見というのがございます。でそこの中にはこうした取り組みを着実に進め根付かせるために特に求められる姿勢という項目に各委員からのご意見を割り振ったと、これは機械的な作業になってしまうんですが、そういうことを行った結果第2部の総点検のところで該当する項目がないんだけれども第3章には現れているといったような問題もあります。そのあたりが尾本委員以下何名の方からご指摘いただいた2章と3章との対応関係が分かりにくいという点なんだろうなというふうに思います。でそれから3章の中にもその
こういったいろいろいただいたご意見がこう多数含まれているわけなんですが、必ずしも2章のその総点検のところとしっかり関連づけて3章を重要度とかグルーピングといいますか分野ごとに少し整理して書いているというわけでは必ずしもないというのは私もこう読んでいてそのように感じます。でそれでやはりちゃんと提言は提言としてこのワーキンググループから出していくというのが非常に重要だと思いますので、第3章を、こうした取り組みを着実に進め、根付かせるために、特に求められる姿勢に関するご指摘というような形で3章を再整理させていただく、まあ、基本は各委員からいただいたご意見をこうしっかりここに書き込むということになると思います。でそれからその上で第2章の内容とそれから、そのように改めて再整理した第3章の内容から原子力に関わるすべての主体に伝わるこのワーキングからの提言というものが伝わるようにこれ尾本委員から出していただいた資料さんがこれ非常によくまとまってるなと思いますのでこちらも参考にさせていただきながら提言ということで改めて第4章というのを設けてそこにコンパクトに整理し直してでそれでそこの中ではきちんと重要度とかそういったものも見えるような形でさせていただきたいなというふうにこれ全体ご意見伺って、まあ、報告書提言案見ていて感じたところです。いかがでしょうか。事務局の方でこういうふうにお願いして改めて、まあ、内容はそんなに変わらないということになると思いますが3章4章の構成を少しこう組み替えるというような作業をさせていただきたいと思いますがいかがでしょう。そういう方向性でよろしいかお伺いしたいと思いますがよろしいでしょうか。では、ですね、ありがとうございます。事務局にはちょっと作業として大変になりますけどそういうところをもう一回整理し直したものを次また議論いただくような形にさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは以上でここの、資料1、2それから3あたり提言に関するご審議終了したいと思います。では最後にの議題ではありますけれども前回のワーキンググループの議論を踏まえて修正させていただきました軽水路安全技術人材ロードマップに関する資料を事務局から簡単にご説明させていただきたいと思います。資料4は軽水路安全技術人材ロードマップに関する主な論点についての考え方ということでございますがこれまでのワーキンググループにおいてすでに確定させておりますけれどもご参考までに本日配布して、ございます。それから資料5ですけれども軽水路安全技術人材ロードマップについてそれから資料6、軽水路安全技術人材ロードマップに関する追加論点についての考え方この2つの資料は前回のワーキンググループでのご議論いただきました点を踏まえて事務局で修正させていただいております。でこれらにつきましては事前に委員の皆様方にそうさせていただいておりますのですでにお目通しいただいているというふうには思いますけれども資料5と6については事務局から簡単に説明改めてしていただきたいと思いますのででは事務局の方でお願いします。資料の5というのはこちらの A3 の縦の紙でございまして、まあ、前回関村委員の方からロードマップをご提示いたわけですけれども、まあ、そのロードマップ取りまとめの、まあ、プロセスを、まあ、こちらは事務局の努力として並びく分かりやすくということで2枚の紙にまとめたものであります。今お手元の資料5というのは、まあ、前回の議論を受けて機械的に固まったところを固まったものとして記載内容を変えたにとどめておりますけれども本日秋葉委員それから伊藤委員の方からも全体事故の前から現時点に至るまで学会の
皆様の思い、あるいは技術人材をロードマップ取りまとめることの意味みたいなところについて、分かりにくいという点はこの資料にも同じく当てはまると思いますので、そこは次回のワーキンググループまでに、この資料も改善できるものについてはさらに今日のご議論を踏まえて、改善したものとして、次回お示ししたいというふうに思います。それから資料6の方ですけれども、こちらはもう前回の、ロードマップを議論した際にお配り申し上げた追加論点という紙につきまして、まあ、前回、この場でご議論いただいた内容を受けまして、確定形に内容を変えております。特に頻度、ローリングをどういう頻度で行うかという点につきましては、1年に1回やるのに馴染む技術項目もあれば、そうじゃない項目もあるだろうと、なかなか成果がそう簡単に出るものばかりではないという意見もあった一方で、少なくとも1年に1回は進捗状況を見た方がいいものも含まれるのであれば、まずは1年に1度は達成度評価を行うと、いうことでローリングを実施していってはどうかというのが、この場での、総意だったかというふうに認識しておりますので、その点を明確化し断定形に変えさせていただいていると、そういう内容の資料でございます。以上です。どうもありがとうございました。こういうことで少し表現あるいは、特にローリングのところはこういう1年に1度ということで書いてございますけども、こういう修正もしご意見ございましたら伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。ではこの追加論点、資料の5とそれから6、1点だけ今日ご指摘いただいた分かりやすくというのは、ぜひいろんな工夫の仕方あると思いますけども、知恵絞ってお願いいたします。それでは以上で本日予定しておりま、はい、どうぞ。では谷口にどうぞ。もう終わりそうなので終わってもいいんですけど、まだちょっと時間はある。先ほどのこれこっちの方ね、もう終わったと思うんですけど、ワーキングの報告書のちょっと質問なんですけど、29ページの一番上のところに加えてからありますよね、原子力全体がうんぬんうんぬんと。これはどういう意味ですか。廃炉が増えてきて安全文化が維持向上するのが難しいと思ってるんですか。これはですね、こういうメッセージが、ね、出てくとね、やっぱりいろいろ解釈されますよ。これは原子力がまっとうにちゃんと動いてないと、そういうみんなの動機づけか分かんないけど、意識づけができなくなるということを危惧してるとか、まあ、いろいろあると思いますけれど、これはどういう意味で書いたんでしょうか。当然この箇所は先ほど山口先生からもお話ありましたけど、委員の皆様からこの場で出た議論をまとめてあるので、当該この箇所については別紙後の一番最後のページをご覧いただければと思いますけれども、我々の認識が正しければ関間委員からご発言があったものをそのまま拾っているだけです。したがってそこをご議論いただいて、そうじゃないメッセージの出し方がいいということであれば、この場でむしろご指摘いただかないと、我々事務局で勝手に書けないので皆様のコメントを拾ってるだけです。そうですか。今の点少しご意見伺いたいと思いますが、ご意見ある方いらっしゃいますか。まあ、とりあえず拾っただけというだけだったらそれはそれでいいですけど、いや、そういう意味で拾い方が悪いと、すなわち関村委員の方からは安全文化の観点でフェーズアウトするという方針であることが安全文化の劣化に対して影響するとの指摘もあると、運転プラントが廃炉段階に入った時点で安全文化の強化をいかに進めるかも重要な視点であるというご発言なので、それを全部拾うということの方がいいということであればそう直します。多分こういう点は例えば人材育成にしてもやっぱり今までとフェーズが変わっていくとかですね、あるいはその若い方々が原子力を見る目がまた今までと違って、ある方は廃炉というのが非常に新しい技術のチャレンジだと
捉える方もいるでしょうし、まあ、いろんな見方をする方いらっしゃると思います。でそれでちょっと私の試験ではあるんですが、やはり今までとその廃炉が増えていくという環境が変わってきているというのは事実ですので、そういう環境が変わっていく中でどのようにその自主的継続的安全向上をやっていくかという観点で、ここにしっかりやっぱ書いていただくのが筋だと思います。でそういう中で今ここでは関村委員のこのコメント、私これはこれで真実をついてるなと思いますので、もしここで他にですねこういうことも書くべしということがありましたらぜひ伺いたいと思いますし、もしないようでしたら今谷口委員おっしゃったように廃炉が増加すると安全文化が維持できないのかというふうに逆説的に読まれてしまうとすれば、これ関村委員あるいはこのワーキンググループで議論した内容の本意とは違った形なので、事務局に表現ぶりを変えてもらうようにお願いするとしたいと思います。もし、はい、何、そうですね、その点は、はい、はい、おっしゃる通りだと思います。岡本委員ありますか。はい、この文章と関村先生のあれは全然違うことを書かれていると思いますのでこれは関村先生の意図とは全然違うと思います。わかりました。その上で先ほど尾本先生から の4ページの資料の3の4ページにもさっきちょっと実はカチンときたんですけども、 4.5 に同じことが書かれております。で、今後増加する廃炉除染という新たな価値を生まない業務分野に有力人材を呼び込むというすごくネガティブなことを書かれているんですけども、私は実はそうは全然思っていないという形です。ただし、廃炉のマーケットっていうのはものすごく小さいです。発電のマーケットの100分の1ぐらいです。ですからそういう意味では必要な人材の数はそんな多くいらないというふうに個人的には思っています。でその中で安全文化をしっかり確保していくということは一つの大きな柱なのですけれども、新たな価値を生まない業務分野ではなくて、そのような多くの人材が必要でない分野という理解を個人的にはしています。その中で安全文化を担保していくということは重要な視点かもしれないというのは関村先生の意見と一緒です。はい、ありがとうございます。基本的には安全文化の維持というのは廃炉云々の話ではなくてですね、本来基本的に関係者が持っておくべき考えベースとなるものなので、あまりこの廃炉の段階だからこうかどうかというのは別にしてですね、ただ一方で人材に関する議論の会議の時に例えば産業界の説明会の中に来る学生の数が減少している、急減したというような事実もまた示されたのも事実で、で、まあ、このワーキンググループのテーマである技術人材安全という中に少なからぬ考慮すべき要因として認識されるのは確かなんだと思います。でそれで、まあ、今のご意見でいくつかご指摘あったんですが、特にこういうことを書くべしという話はなかったと思いますので、正確に関村委員あるいは今谷口委員それから岡本委員からいただいたご意見が読めるように文章を工夫させていただきたいと思います。まあ、それは改めてこれ の先ほど4章を加えると申し上げましたアップデートのそのプロセスの中でもう一度ご確認いただくということにさせていただきます。事務局の方でよろしいですか。はい、わかりました。どうもありがとうございました。もし何かご発言他にございましたら、あ、では尾本委員どうぞ。今の件ではなくてですね、資料5の4最初の3分の1ページのところですが、ここは以前から引っかかっているんですが、その評価軸の議論があって、その、この評価軸というのは前回の議論の中では、どういうような技術課題があるかということを評価する、そういうコンテクストで出てきたと思うんですね。でしかしながらその、今までの文章を見ますとどうもそこに混乱があるような感じがして、つまりこの評価というのは技術課題の評価なのか要素技術の評価なのか、あるいはその今後具体的な
その開発する技術の提案技術の評価なのかというところがどうもその混在しているといいますかね、明確でなく、なんかそれが一緒になって議論されている気がしまして、で特にここで要素技術を取り上げて要素技術を評価するということ自身はこれは僕は変なことだと思うんです。つまりある技術を構成する要素技術というのは、例えば材料は材料で分野であったり制御系はどうかとか、こういうことを要素技術と一般的に言っているんだと思うんです。でそれを評価するというのはそれは何か変な話 で評価というのはやっぱりその技術課題の優先度を、あるいは緊急度を評価していく、それからさらに提案技術の良し悪しを評価していく。で私の考えではその技術課題の評価をするときの評価軸と提案技術の評価をする評価軸とはまた違いがあると、そういうふうに思います。例えば後者においては、その実現 の, そのフィジビリティも入ってくるでしょうし、前者においてはその緊急度というものも入ってくるでしょうし、でそういうのがですね、この簡潔な表現では非常に混乱を招くものになっているというふうに思います。はい、今の点は、おそらく用語の、使い方の理解かなと思いますし、実際多分要素技術という言葉がこれまでいろいろな場でただ使われてきて特別な意味を持った言葉として使われている面もあると思います。でそれで大本委員のご指摘にはまさにその通りで、いわゆるブレイクダウンした要素技術、ここについて評価軸で評価するということまで考えているわけではないというのは、これは関村委員も多分ご理解は同じかなと思いますので、でそれからもう一つ、その評価軸が果たして未来永劫これでいいのかというと、これはおそらくローリングの中でその時の状況に合わせて適切な評価軸はどうあるべきかという議論もなされるというふうに期待してございますので、まあ、今の大本委員のところはちょっとこの資料5の用語としてその要素技術と A の1とかという形でこう書くのがいいかどうかは事務局で表現は考えさせていただきたいと思います。でそれから評価軸として何を選ぶのかというのは現時点では学会の方でこれが最善であるとして選んだものであって、で次年度以降、あ今年度以降ですか、改めて評価軸というのはローリングのプロセスの中で議論する場がまたあろうかと思いますので、そういうことで、ご了解いただければと思いますけど、よろしいでしょうか。はい、に理解される場合もあるということですので、違う言葉の方がいいのかもしれませんが、ちょっと学会の報告書と見ながら適切な用語を拾っていただければと思いますのでお願いいたします。では、こういう時はまたさみだれ式にパラパラと意見が出たりするものなんですがいかがでしょう、よろしいでしょうか。はい、ではどうもありがとうございました。今日非常に議論順調に進みまして、ありがとうございます。以上で今日予定していた議題がですね、いただいたコメントも非常に的を得たコメントをたくさんいただいて、非常に提言書がいいものになるんだろうと期待します。お礼申し上げたいと思います。それで次回は軽水路安全技術人材ロードマップ、こちらの方を議題として、考えてございます。開催日程につきましては事務局から改めてご連絡することとしたいと思います。では以上をもちまして第8回の自主的安全性向上、技術人材、ワーキンググループ閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。